この番組は食べ物が食べにくくなってきたお年寄りの方に向け、食べやすく、そして家族も一緒に美味しく食べられる食事を提案していきます。ここ愛媛調理製菓専門学校のクッキングスタジオから由良恵子先生と一緒にお送りします。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今回はどんなお料理を教えていただけるんでしょうか。はい、今日は豚肉団子とふわふわ卵焼きを作りたいと思います。はい、今日は豚肉のバラではなくて細切れ肉を使いたいと思います。はい、はい、ちょっと均等になるように広げたいと思います。はい、はい、すいません。塩を、はい、塩を、塩、はい、胡椒です。はい、塩と同じぐらい。そうですね。はい、ですかね。はい、はい、ここでまたします。もう一回色重なってる部分もありますよね。そうなんです。ちょっと混ぜながらというか。そうですね、軽く混ぜながら。胡椒も、はい、同じように入ります。じゃあこれでちょっとよく馴染むように揉んでいきたいと思います。はい、これちょっと一旦ボウルに入れます。はい、じゃあここに、バジルを入れたソースを。はい、バジルソース入ります。はい、なじませます。はい、よくなじませます。そうか、バジル味のお肉に匂いするです。はい、じゃあここに、片栗粉を入れたいと思います。はい、片栗粉お願いします。はい、全部、これの量は全部ですか。はい、つなぎの意味ですかね。そうですね、はい、ここで卵を使わずに、はい、片栗粉を使う理由としては、まあ、とろみが出るので、つるっとね、はい、食べやすいっていうところになります。食べやすいにつながるんですね。じゃあこういうこんな感じにできたら、はい、全部混ざりましたらカッテージチーズを一緒に包んでいきたいと思います。はい、カッテージチーズをこのお肉で包んでいくっていうことですかね。そうですね、はい、これね、かわいい、カッテージチーズ、これカッテージチーズなんですね。そうなんです、お団子かと思いました。そう、白玉団子に見せかけて本当はカッテージチーズなんです。カッテージチーズ、そうなんです。このカッテージチーズは低カロリーで、なおかつ冷めても柔らかいっていうのが一番特徴になるので、冷たくても、まあ、食べやすいというか噛み切りやすいチーズっていうのでは、このカッテージチーズが、はい、あとこうやって団子にこんな感じにしやすいので、包むときにすごく楽というか包みやすいのでします。ではまな板の上に、細切れ肉を広げていきます。はい、まあ、このままくるくる巻いていってもいいんですけど、まな板の上に巻くと巻きやすいと思うので巻いていきます。で最後にくるくるっとコロコロっと、はい、こんな感じですね。この方法で酢豚の肉の団子とかにもできますよ。あ、そのお肉の塊使うんじゃなくって、うん、そうなんですよ、細切れ肉で肉団子にしたものも酢豚に使う。そう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 。あ、そっか。でこういう風に2枚に重ねるとここに空洞ができるので、火を入れると、そうすると噛み切りやすくなるので食べやすくなります。そうになってることで、そうなんですよ、噛み切りやすくなるんですね。そうなんです。で、まあ、細切れ肉って、まあ、実際的にこうやって2つに分かれてたりとかするので、こうやってつなげてあげて、そうですね、ここでもちょっと重なって、うん、そう、使いやすくなるのでこんな感じで。特にこうお弁当だとどうしても、ね、冷めてから食べる前提というか、そうなんですね、その時の食べやすさも考えて、作らないとっていうことですよね。そうなんです。はい、それでは焼いていきたいと思います。はい、はい、じゃあオリーブオイルを今日は使います。あ、今日オリーブオイルですか。そうなんです、バジルなんで。ちょっと温まるまで待ちます。はい、じゃあ、油がぬくくなってきたので焼いていきたいと思います。はい、ちょっとやっぱり豚肉なので火はきれいに完全に通るまで焼かないといけないので、はい、強火で一気に焼いちゃうと焦げ目がついてしまうので、ちょっとここは我慢してゆっくり焼いていきたいと思います。はい、はい、それではまずは料理酒を入れずに蓋をしたいと思います。はい、はい、
で少し焼いていきたいと思います。それでは料理酒を入れていきたいと思います。タイミング的には、はい、そうですね、料理酒を入れる前に一旦ひっくり返すんですけども、タイミングとしてはこの後ろがちょっと焼けたかなぐらいです。あ、そうですね、これぐらいですね。はい、はい、で、あの中にチーズが入っているので柔らかいのは柔らかいんですよ。はい、なので、まあ、気をつけながら菜箸でひっくり返せるぐらいなので、はい、全然そんな柔らかいとか、まあ、あの中自体は柔らかくはなってるので、はい、まあ、こんなこれぐらいですね。はい、気持ちちょっと焦げたかなぐらいでひっくり返します。きつね色になった感じですね。はい、ちゃんと焼き色がこうついてるぐらいですね。はい、はい、じゃあここで料理酒を入れていきます。はい、はい、これで蒸し焼きしていきたいと思います。はい、お水でもいいんですけど、お肉の臭みが取れるので、それで今日は料理酒を使うようにしています。はい、それではだいぶ火がまた通ってきましたので、またちょっとひっくり返したいと思います。はい、こうやってね、チーズ出てきても全然大丈夫なんで。あ、本当だ、ドローって溶け出さないんですね。うんうん、そうなんですよ、全然大丈夫です。これ見てもらったら分かるんですけど、ここからチーズ出てますけど全然大丈夫です。まあ、お団子状、ボール状なので、はい、側面の部分は結構面積があるじゃないですか。はい、その部分とかは特にこう、あ、全然大丈夫です。置かなくても大丈夫なんですね。今ちょっとここ赤くなってますけど、はいはい、でもこれまた蓋して蒸し焼きしたら全然大丈夫です。そこもその蒸気で、これが厚みがちょっとあると火が通りにくいんですけど、薄いので火は全然通ります。なるほど。はい、ただ気をつけないといけないのが、こういうふうに蓋をしてない状態で焼くのと蒸し焼きするのでは全然火の通りが違うので、必ず蓋をして蒸すっていう形を蒸し焼きですね、取るようにしてもらいたいと思います。はい、はい、ちょっとフードデザインでよくこういう感じで、アルミ蓋が大活躍ですね。はいはい、別に決して蓋がないわけではありません。こうやってできるよっていうことなんですよ。じゃあ、はい、できてるかどうかをちょっと確認したいと思います。はい、この竹串で通ってるかどうか見て、この汁が出てくるんですよ、ちょっと油が。はい、もうちょっと深く刺しますけど、そうすると透明な油が出てくるので、肉汁が透明になったら出来上がりです。はい、はい、じゃあここで火を止めたいと思います。はい、これで完成です。まず卵をよくきれいに泡立てるんですけど、はい、泡立てるのに今日はなんとこのハンドミキサーを使います。うん、もしハンドミキサーが家にない場合は泡立て器でしてもらっても全然大丈夫です。今日ちょっと大きめのボウルにしています。1分ぐらい、泡立てたら今度はんぺん入れます。あ、これもふわふわの秘訣ですか。そうです、ふわふわの秘訣です。で、いつもははんぺんこのままギューッとちぎってやったりとかするんですけど、はい、今日はちょっと手で潰しながらしていきます。はんぺん入れてさらに泡立てる。そうです、うん、そうするときれいに泡立つので、ゆっくり泡立てていきます。まあ、形は残るんですけど少しは、うん、でも全然大丈夫なので、はい、はい、これぐらいだったら今度はだしを入れます。はい、はい、今日はねちょっとだしの素のだしなので、ちょっと沈殿してますけども、もし普通のだし取れるようであればだしで取ってもらっても構いません。はい、ちょっと手軽にね、お弁当なので時間がかかっちゃうとちょっと大変なので、だしが沈殿してしまうので、もう一度混ぜていきます。泡立ての感じとしてはもう十分泡立てるんですか。そうですね、全部一気に泡立ててしまうとその後泡立ちがまた悪くなって元に戻ってしまうので、まあ、いろいろ加えますもんね、まだ、うん、少しずつ完成する前に入れていきます。はい、じゃーん、これぐらいです。
今度はネギとシラスを入れていきます、はい、最後の具材ですね。もう具材何でもいいんですよ。もうお好みで。例えば他のバリエーションとしてはどんなものが。前に缶詰とか入れましたよね。それでも全然大丈夫です。いいですね、はい、じゃあこれで焼いていきたいと思います。はい、油を入れます。最初はねちょっとゆっくりめで。これってどうなんですかね、あの普通の、うん、あの液状の卵を巻くのと、うん、ふわふわ状の巻くのをテクニック的に難しい。ちょっと難しいかもしれないですね。ふわふわの方が、うん、目安というかこう見ててこう、うん、あるんですかね。ここら辺がこの粒がふすふすしてくる、はいはい、粒が消えてきて、でここの層がちょっと濃いくなってきたら、ここが剥がれそうだなみたいな兆しを見せてくれるんですね。そう、できなかったらこうフライ返しでこうしてもらって返していくとできます。あ、確かにお箸よりやりやすそうな、うん、そうですね。こう できなかったらちょっとこう斜めにしてもらったら、こう斜めにして、ね、はい、焼いてもらったらできるので、こんな感じに、うん、よいしょ、はい、うん、で油もう一回敷きます。はい、こんな感じですね。実はね、ふわふわの卵焼きってもうこれ1回で終わりなんですよ。あ、巻き重ねなくても、うん、まあ、確かにもうどう見ても完成してますよね。ただこのやっぱり焼き目のところ、こういうところ、巻き終わりのところですね、とこはやっぱりよく焼かないといけないので、あの焼けてるかどうか、ここが焼けてるかどうかチェックしてから、はい、あの終わりにしてもらいたいと思います。まだちょっとなので、もうちょっと焼いてから、はい、もう一回チェックします。はい、もうこれぐらい焼けたら大丈夫ですね。ちょっと色がつくぐらいで大丈夫です。はい、これで出来上がりです。今回の2品はお弁当にもぴったりのおかずということで、はい、お弁当箱にね、いろいろ詰めていただいたんですが、はい、はい、お肉、はい、肉団子、はい、すごく噛みやすくてびっくりしました。あ、ですか、よかったです。冷めてもあんなに柔らかくって。そうですね、はい、あのお肉の層の力ですね。そうですね、はい、あのバジルとあとレモン汁も入れてるので、それですごく爽やかな、はい、さっぱり、はい、バジルが効いてて、はいはい、チーズもさっぱりしてました。もうすごく美味しかったです。そして卵焼きですよね、ふわふわ、はい、本当にその名の通りふわふわでした。ありがとうございます。本当にその調味料、よくよく考えたら入れなかったですよね。そうなんです、もうあの入れてるのははんぺんとかしらすとか、あとはもうだし汁だけなので、はい、もうあの食材とこの味でなんとかなってます。いや、もう食材の味だけであんなに美味しい味に仕上がるなんて、はいはい、いや本当にこれからね、行楽っていうことで、そうですね、ね、はい、お家でちょっと食べながら、外に出れなくても、まあ、お家でお弁当を入れたりとか、いや、お弁当があれば、はい、お家でちょっと食べていただくのが、はい、してもらったらなと思います。これ気分が楽しめますね、はい、とっても美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、このレシピは愛媛調理製菓専門学校のホームページに載っておりますので、ご覧になってください。それではフードデザイン、次回も見てくださいね。豚肉団子、材料のおさらいです。豚肉の細切れ 300g、 塩少々、胡椒少々、カッテージチーズ 200g、 片栗粉大さじ2杯、レモン汁小さじ4杯、バジルソース小さじ2杯、オリーブオイル適量、料理酒大さじ1杯です。ふわふわ卵焼き、材料のおさらいです。はんぺん1枚、卵4個、だし汁大さじ8杯、釜揚げちりめん 20g、 青ネギ3本、サラダ油適量ご用意ください。